とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワーボスラッシュやっていきたいと思います。まずはソロで行ってみようかな。で、あとあと、マルチで行ってみましょう。まあソロで行けるかどうかはちょっと微妙なところだとは思いますけどね。行ってみましょう。ここか。なんだ、あ、イリュージョナーか。で、その後は何が出るんだい。いやいやいや、ちょっと待って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 、アップデー、やっべ、やば、やばい、あっ、うな、ちょっと待て、お前、ええ加減ですよ。やばいやばいやばい、そこだ、あと、あー、アップデー、アップデー、最後やられると思った。あ、でも一体だけか。なるほどね。途中ブラインドになったのが良くなかったな。うん、でもなってしまうのよ、絶対ね。一回は仕方ない。クレイモアで行きましょう。エンチャはいるよね。うん。追い打ちエイリー、まあ間違いないでしょう。なんだ ?2 体か。エンダーマン2体。おお。あぶねえ。問題ないね。うんうん、まだ2回ぐらいだし、火力もそんなにないです。でも結構きついな。結構きついな。どこいる、あ、そこにいるか。よっしゃ、こっち来い。危ない、ちょっと待って。あ、何それ。いや、今のはね、裏技ですね。今のは裏技だ。こぐでしょう。こんな感じかな。はい、次いきます。なんだ、ガストだ、最悪。ちょっと待って、ちょっと待って、よし、 OK、 ちょっと待ってね。 OK、 よし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 。基本的に入れませんので、招待は基本的にしないようにしてください。こちら開けてるときにね、入ってくるのはもう全然構いませんので、うん、ね、プレイ招待はしないようにお願いします。うん、招待されてもね、入りませんので、そこはよろしくお願いします。うん、その時間が無駄になってしまいますのでね、俺が、部屋を開けてるときは入ってください。うん。部屋を開けてるときだけ、マルチプレイやってますんで、そこをよろしくお願いします。次は、何が来る？ドラがあるからね、結構楽になるとは思います。またガスト！あぶねえ！なるほど。いや、余裕だよ。うん。あ、ちょっと HP きついかな。あ、でもまあまあまあいけるわ。うん、意外と雑魚戦よりも楽な場所があるかもね。まあプレートアーマー間違いないでしょうね。で、雪玉入れなくていいよね。うん、こんな感じかな。雪玉は雑魚がいないなら入れる必要もないし、また2体か。おいって、よし、あー、雑魚が出た、やだな。ちょっとちょっとちょっと、よっしゃ、あ、まず1体倒したい。 OK、 まず1体倒せればね。え、当たってないよね、当たってないよね。ちょっと待って、矢が少ない。この振り下ろしだけは要注意。うん、振り下ろしだけはね、ものすごいダメージ食らうのよ。おっしゃ、あっ、よし、うん、まあボスラッシュでね、エンダーセントとはよく戦ってるので、まあちょっと慣れました。
次ボスと戦うなら星夜でもいいのかな。瞬間火力こっちが上なんだよな多分。いやでもまあこれでいこう。んで弱体化と雷だな。うん、弱体化はね必要だと思う。なんだ2体かまた。ちょ待って待って、これやばいぞ。オッケー、ちょうど敵がね重なるところにいてくれてよかった。じゃなかったらこれはね難しかった。これマルチだと難しいかもね。あ、いやそうでもないか。うんうん、そうでもないや。22とかで分かれて足止めして戦えば何とでもなるんで、ああ全然大丈夫だね。にしても硬いな。最新の武器に変えてもこの硬さだからね。で矢が22本、矢の心配はまだ尽きないな。はい、まあここはいらないでしょう。で商人武器を上げたいところだけども、いやここはフルメタルにしよう。フルメタルは、攻撃力もね上がりますので大丈夫でしょう。んで、いや弱体だな。うん、先に弱体化入れた方がいいような気がする。やっぱ 30% と 40% の軽減率では全然違うもんね。エンダーマンと伸びか、伸びか、はいはいはい、 OKOK、OK OK、サクッと倒しちゃいましょう。あ、落としゃいいんじゃないね。落とせないか。うん、この武器じゃちょっとノックバッ、あ、これエンダーマンも落とせない、無理無理か。うん、落とせたらすごいラッキーだなと思ったんだけど落ちないね。ドラが効いてる間に倒したかったんだけども、そうもいかないか。はいはいはい、もう矢は使わない、もう矢は使うわけにはいきませんよ。よし、キノコそろそろだっけ。いやまだか、まだもうちょっとキノコは出ないかな。キノコが出るとだいぶ楽だけどね。カバンでしょう、ここは間違いなく。んでもってボスですね。ナイス。ボス違うっけ。なんだおい、ま、あ、いやでもこれボスはそのまんまだよね。 OK、 極力矢は使いたくないけども、そうも言ってられないか。おーい、よし、いける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 。うーん、振り下ろしは痛いけど耐えれるね。あと一発、どこだ、危な、よし、9回クリアです。矢を使っちゃったな。あ、ここでキノコだね。ここでようやくキノコが登場。よし、あ、なんかパソコン、あー、うっそ、嘘でしょ、そんなんある、そんなんないよ。どこガスト、そこかい。ちょっと待って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 、もう完全にもったいない今のは。うわー、もったいないな、もう。いやいやいや、ひどいわ、ひどい。
さっきもうガスト降りてきてなかったしね。ここガスト違う、そっちかい。いやもうこれ完全にダメだ。これはいかん。あぶねえ。あ、オッケー、挟まった。はまったね。おお、ぶねえ。あぶねえ。よし、いきましょう。うん、いいダメージ。いや、まさか落石で死ぬなんて久しぶりだよ。落石でやられるのほんと何シーズンぶりだろうね。10回クリアです。いや厳しかった。いいかな、そのままいきます。んで、ここは防具でしょう。うん、武器も欲しいけどやっぱ耐久力も欲しいんだよね。これでいい。んで、これでどう？ OK、ナイス。いいラインナップだ。どこどこ？ガストいる。よし、出てくる前に倒せ。ナイス。なんかあっちいるぞ。あ、エンダーセントね。こっち来る？来ないか。来ないね。じゃあもう先にこれ取ってからやりますか。じゃないと動いてこないね。何してんの？ OK。 OK。 戦いにくい。そこ、そこ戦いにくいよ。もうちょっとそこやめてくんないかな。いや減らねえな。ドラ使わないとちょっと減らない。よし、今のでそのダメージたった。いや、マジか。あぶね。よし、いけたー。 OK、 まあ倒しました。残り少し、乱射でしょうね、間違いない。で、矢も117本、これだけあればまあいけるかな。最後までこれぐらいあれば大丈夫でしょう。いいね、いいよ。あ、最初からトゲがついてる。嫌な感じだな。よし、たまにこれ変な動きするからね、敵。今回もなんか変な動きしてるな。ほい、よし、来た。いやー、これは痛い。でもあと半分いけるね。いつも通り来てくれ。よし、影のブリはちょっと怖い。オッケー、よし、いけた。13回クリアでーす。まあ大丈夫ね。あ、でここね、何が来る？怖いなー。ちょっとノー、火力がもうすでにちょっと足りないわ。いやー、武器火力がちょっと足らん。パワーポーション飲めばまあいけるけど、いやー、これは厳しいな。厳しい戦いになるぞ。何が来る？なんだ？おー、
なるほど。よし、OK。あとは、ナイス。溜まってるレッドストーンゴーレムでしたね。大丈夫。問題ない。で、これで14回。で、あと15、16、17。あと4回だね。あ、で、1回、商人がいるんで、大丈夫ですね。あと3回だわ。問題なく、クリアできそう。まあ、落石のところがね、ちょっと残念だったけど、いいさ。なんか、いつも通りになってしまってるんだけどね。どっちに出る？どこに出る？出る場所によりはそこか？ちょっと待って。おー、いいね。あ、なにそれ。うわ、俺すごい技使った。トライデントで落石して、落雷でガーンと落とした。いやー、最高だね、今の。最高だわ。で、ここを、もちろん、近接ね。いや、これ、めちゃくちゃ楽にいけるんじゃない？で、毒の雲でも1個入れとけ。あー、黄金にする前に入れたかったな。まあいいや。いきまーす。どこに来る？まずここを、あ、ここの雑魚はいるんだ。ここはいるんですね。何が出てくるかによる。変なやつ来るなよ。レッドストーンゴーレムとかだったらね、ラッキーゲームだけども。どこだ？おお、よっしゃ、ケイ。まあまあ余裕ですね。うっそ、ちょっと待て待て待て、これで倒そう、安全にさ。うん、おお、オッケー。17回クリアでーす。ではラスト、何もいらないね。エンチャントも別に入れたいやつはない。あ、ちょっと待って。ボス一緒か。ボス一緒だよね、多分。なら、ドラ使って、弓を撃てば大丈夫。一緒だ。終わりです。はい。今回のタワーボスラッシュ。クリアですね。では最後報酬見て終わります。なんだしょぼい。まあダイヤモンドの剣ぐらいだけども、まあ悪くはないぐらいですね。はい、ということで、今日はソロでタワーボスラッシュやってみました。うん、これは意外と余裕だったね。うん、途中で落石のところがちょっとめんどくさかったけども、うん。じゃあ、マルチもやってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。